だから。聞いてますか、ブリトニーさん。あの男本当にひどいやつだったんですよ。私以外の女は目に入らないとか言って、実は陰で浮気してやがったんですよ。どうして私の周りの男ってあんなやつばっかりなんですか。少し飲みすぎよ、リタ。あんた明日も非番じゃないんでしょ。いいんです、私なんてどうせ朝から晩まで戦車を整備しているだけの女なんですから。友達は結婚して幸せな家庭を築いているのに、私はずーっと戦場で機械いじり。整備班長にはすぐ怒られるし、変な男にばっかり言い寄られるし、この前なんて両親から早く結婚なさいって手紙が届いたんですよ。私だって好きで独身なわけじゃないのに、このままじゃ一生女の幸せをつかめませんよ。あんたね、もっとちゃんと自分を見つめなさいよ。あんたがうまくいかないのはいい加減すぎるから。女がチヤホヤされる時期なんて短いのよ。いつまでもそんなものを頼れると思わないの。ブリトニーさんが言うとすごい説得力です。あ、それどういう意味。え、いや、だってブリトニーさんは恋愛経験も豊富そうだし、結婚だって。結婚ね、あんなのろくなものじゃないわよ。私も結局長続きしなかったしね。そんなことありません。結婚は女にとって最高の幸せなんです。分かったから、今日はもう部屋に戻りなさい。私ももう眠いんだから。ミレニア、悪いんだけどリタにお水を用意してあげて。はい、ただいまお持ちします。ミレニアさんは本当に優しい人だな。すごく清楚で美人だし。ミレニアさん、私と結婚してください。え、そんな困ります。私には大切な人が。リータ、ミレニアを困らせるんじゃないわよ。あんたも真に受けなくていいから。すいません。まあでもこれでリタは臆病な子なのよ。許してあげて。戦場で命を張らなきゃいけない不安をこうやって愚痴で発散しているのよ。わかっています。私にもそういう不安はありますから。リタさん、酔いつぶれて寝てしまったみたいですね。部屋まで送っておきます。ありがとうね、ミレニア。あんただっていろいろと大変な時期なのに。いえ、私はそんな。頭が痛い。すっごく吐きそう。気持ち悪い。だから言ったでしょ、飲みすぎると後が辛くなるって。あんた今日はもう休んだら。整備班には私の方から伝えておくわよ。いえ、結構です。二日酔いで休むとか整備班長に聞かれたら殺されちゃいますよ。あんたの場合一回ぐらい死んだ方がいいかもよ。なんとかは死ななきゃ治らないって言うでし
ひどいですよ、ブリトニーさん。おはようございます。医務室でお薬をもらっておきましたよ。昨日の様子だと相当辛くなると思いましたので。これを飲めばいくらか楽になりますよ。はあ、なんというお気遣い。あなたは女神ですか？女神だなんて、そんな、私は大したことは何も。いえいえ、できる女性はやっぱり違いますよ。私も見習いたいです。間違いなくミレニアさんと結ばれる男性は世界一の幸せ者でしょうね。え？そういえば大切な人がいると言ってましたものね。そのあたりどうなのです、ミレニアさん。私は。リタ、ちょっとこっちに来て。あら、どこへ連れて行くのですか、ブリトニーさん。いきなりどうしたのです。せっかくモテる女の秘訣を聞こうかと。あんたには言ってなかったかもしれないけど、ミレニアの旦那は行方不明中なのよ。行方不明？ミレニアの旦那は連邦軍の兵士でね、失兵したきり連絡が途絶えてしまったのよ。あの子が志願兵になったのも行方不明になった旦那を探すためなの。そうだったのですか。なんだか悪いことを聞いちゃいましたね。まあ、あんたに悪意がないのはミレニアも分かっているでしょう。でも今後はミレニアの前で旦那の話をするの禁止。いいわね。はい。あなた、それは本当なのですか、隊長さん。ああ、今朝方連邦本部から君に手紙が届いた。遺体の所持品からも本人であることが確認された。残念だが正式に死亡通知を出すと。そんな、私には信じられません。私は絶対に信じませんから、そんなこと。待つんだミレニア。私はですね、将来を見据えて相手を選びたいのですよ。高収入で顔が良くて性格も申し分なし、できれば身分のある人ならなおのこと。あんたね、そんな男がいるわけないでしょ。いつまで夢を見ているのよ。そんなんだからあんたはダメ男ばかり引っかかるの。いい加減に目を覚ましなさい。だったらブリトニーさんはどんな相手なら OK なんです？私は娘のベッキーがいればそれで満足よ。男なんてもういらないわ。そんな嫌な現実聞きたくないですよ。私は結婚したいんです。ミレニアさんじゃないですか。すいません。どうしたのです、血相を変えて。顔色も優れないみたいですし、何かあったのですか。ごめんなさい、今はもう何も考えられなくて。私のことは気になさらないでください。さよなら。ちょっと、行っちゃいました。一体何だったのでしょうか。
気にするなと言われても、あんな姿を見せられたら気になるわよね。ひょっとしたら旦那のことで。嫌な予感がするわね。後を追いかけたいところですが、私たちには次の作戦のための待機命令が出ていますし。どうしましょうか、ブリトニーさん。勝手に外に出たらやっぱりまずいですよね。まあ、私らは軍人だからね。こればかりは仕方がないと思うしかないわ。でも今すぐミレニアを追うわよ。後で説教でも軍法会議でも受けてやるわよ。ですよね。さすがブリトニーさん、一生ついていきます。クロード隊長、聞いてください。やってやるぜ。任せてくれ。私の出番ね。さあ、ミレニアさんを追いかけましょう。あなた、どうして私を置いて。あなたがいないのならいっそのこと私も。そこにいるのは誰だ。帝国兵、どうしてこんなところに。我々の進軍に気づくとは鼻が利くやつめだが、戦力を測るだけの融通は効かないようだな。たった一人で深追いしてくるとはバカなやつめ。苦しむ間も与えずに殺してやろう。こんな時に帝国兵に遭遇してしまうなんて。でもこれであの人の元へ行けるのなら。そこまでよ、あんたたち。うちのミレニアをずいぶん可愛がってくれたじゃない。なんだ、敵の増援か。こっちです、ミレニアさん、急いで。イカスマ、おえ。リタさん、ブリトニーさん、どうしてここに。そんなの決まっているじゃないですか。私たち友達じゃないですか。辛い時や悲しんでいる時に互いに支え合うのが女の友情なんです。でも私は。悩むのは後回しでお願い。今はまずこの状況をどうにかしないと。あんたの旦那だってこんなところで死んでほしいとは願わないでしょ。クロード隊長と連絡が取れました。援軍を向かわせたので、それまで生き延びろと。あと終わったら3人ともお説教だと。よかったじゃない、お説教で済んで。仲間の命を助けられるのなら安いものよ。ミレニアも動けるわね。仲間の元まで慎重に撤退するわよ。は、はい。
女だってやるときはやるのよ。行くわよ。見つけたわ。注意しなきゃね。敵発見。そこは射程内だ。じゃあね。行くわよ。背中は任せたぜ。分かった、ついていく。背中は任せたぜ。よし、行くわよ。いたぜ、敵だ。これでも食らえる。これを誰だと思ってやがれ。撃つぞ、撃つぞ。あとは別行動だ。了解した。この程度か。なるほど。
行くわよ。私に任せて。当たって。私に任せて。私のとっておき見せてあげる。私の勝ちね。やってやる。味方がやられました。そこは射程内だ。俺を誰だと思ってやがれ。行くぜ。行くわよ。
調子ね。任せときな。見えませんね。もう大丈夫でしょうか。そうね、なんとか切り抜けられたみたいだわ。これにて一件落着ですね。ミレニア、事情は大体察しているけど、あんたやっぱり大丈夫です。私も理解したつもりです。ブリトニーさんたちが危険を顧みずに私を助けてくれたこと、無駄にはできませんからね。私はこれからも生きて戦います。そうしてあの人が願った平和な世界を取り戻したいです。きっとあの人もそう望んでいるのではないでしょうか。そうね、それが分かったのならもう何も心配いらないわね。リタさん、ブリトニーさん、本当にありがとうございました。あなたたちがいてくれたから私はまた生きる気力を取り戻せたのだと思います。二人の友情に感謝します。そんな大げさなものじゃないわよ。そうですよ、私たちが無事なのはミレニアさんが一緒に頑張ってくれたおかげでもあるんですから。それにミレニアさんの旦那さんへの一途な思い、すっごく感動しました。やっぱり愛の力は偉大です。ミレニアさんを見て改めてそう思いました。愛の力ね。まあ、そこまで本気で愛せる相手がいるのなら男も捨てたものじゃないわね。私決めましたよ、今度こそ理想の人と出会えるよう頑張ります。ミレニアさんの旦那さんにも負けないぐらいの最高の男性を探してみせますよ。あんたは本当に単純で羨ましいわね。何を言っているんですか、ブリトニーさんも一緒に探すんですよ。は？なんで私まで。さっき自分で言ってましたよ、男も捨てたものじゃないって。だったら
人を探さなくちゃ。女はいくつになっても恋をしたい生き物なんです。だから私を巻き込まないでよね。私はあなたたちからたくさんの元気を分けてもらっていますよ。あなたたちと一緒にいられることを私は心から幸せに思います。